今回は、帽子を編んでいきたいと思います。というのも、先日ダイソーさんでこういう毛糸を見つけました。ほとんど撚りがないんですね。で、枷になっているので、これから帯から外したらこういうふうに毛糸玉に巻き直しして使うタイプです。ここですね、超極太、帽子も すぐに編めるほどの超極太という書いてあったので、じゃあと思いまして、こちらのキャップを作ることにしました。こちらの糸には、ふんわり編むのがコツと書いてあるんですけども、キャップの場合この浅いので、あんまりふんわり編むとすぐに脱げちゃう感じだと思うんですね。ですからちょっと気持ちきつめに編んでみました。ということでゲージの差がちょっとありますね。こちらには、10センチ角のゲージで、8目に10段と書いてあります。私の場合はきつめに編んで、10目で15段で10センチ角になってます。ですからどちらかというと風通しの少ないきっちりした感じで、編み目に隙間のない感じで編み上がりました。まあそうですね、ふんわり編んだ場合多分目が大きくなりますから、このサイズではちょっと編めないと思います。このサイズよりも大きくなると思います、ふんわり編んだ場合。ですからそうですね、途中途中で確認しながら自分サイズに編むという感じになると思います。とそのような編み方をしました。途中で切り替えて編んでますので、途中で一旦かぶってみて、そして編み足すというやり方を今回しました。で、編み方なんですけども、シンプルにメリヤス編みと、かぎ針は7ミリ、棒針が6ミリの4本針ですね。そして糸がだいたい、キャップの場合で90グラム、これは、40グラムなんですけれども、ちょうどこのゴム編みのところで2かせが2個なくなって3個目が使われてます。ですから結構糸が残ってんですね。ですからこの糸を最後まで使って折り返して使うというデザインもありだと思います。で今回はまず途中でサイズを確認できるように途中から編み始めます。ゴム編みのところを後から編み足す感じですね。ここから別糸を使って上の方に編み進めて、そして切り替えで、この時点で出来上がった時点でトップが出来上がった時点で一旦かぶってみます。そしてその時の状況できつかったらここのゴム編みの段数と編み方をちょっと緩めにするとか、あと 浅すぎて耳の半分くらいまでならなかったらちょっと上の方になってもちょっと欲しいなという感じの時はその段数を増やすという感じで調節ができる編み方にしました。ですから
途中から上に編んでたのを途中から下に編み直す、その時に自分サイズに調節するというような編み方にしました。ということで、ちょうど切り返し地点に、鎖編みを使います。この鎖編みを最初、ワンセットのこの減らしが10目なんですね。そしてそれを6セット使いますので60目、チェーンステッチ別糸で60目編みます。ここからスタートになります。はい、それでは編んでいきたいと思います。超極太ということで、針は15号の棒針を4本、そして7ミリのかぎ針、そしてちょっと太めの別糸でゆったりとチェーン、鎖編みを60目します。そして鎖編みの裏山のところに、針を入れ、糸を太い、全然よりがないので、初心者の方は大変かな。はい、こんな感じで裏山を60目拾っていきます。ちょっと緩く、結構太いので緩めに拾っていった方がいいかもしれませんね。1,2,3,4、9、10、裏山を10、2,4,6,8、10、これでワンセットです。10目、これを6回繰り返します。ですから60目ですね。で、はい、裏山を20目で60目裏山をすくってきました。意識してきつくならないように作ってきたんですが、
周してねじれないようにここで結びます。ここですね、ねじれてませんね。これで1段編めました。そして4本目の糸で4本目の針でとここから2段目を編んでいきます。今ここの時点ですね。今1段目チェーンが終わって1段目が終わりました。2段目に入ります。メリヤスの目がねじれないように確認しながら2段目を編んでいきます。こんな感じで2段目を編んでいきます。20目編んだら針を変えてまた20目感じでメリヤス編みを10段編んでいきます。はい、10段編めました。ここから減らしに入ってきます。印糸を印糸をつけます。そしてここですね。まず一目編みます。そして減らし目です。こちら側の目が上になってます。ですからこの目を上にしてこの目を下にします。
最初の目を上にして、これを この目を上にします。ですから向きが違うと交差編みになっちゃうので向きを変えます。そして最初の目を上にして減らし目をします。そして次は1,2,3,4,4個ですね。4目1,2,3,4。はい、今ここです。次の目を下にして、下にして減らし目をします。ですからこちらを下にするので、このままこちらを下にしますね。そして次の目をこのまんま減らし目ができました。こちらの目を上にして、こちらの目を下にして減らし目、そして普通にメリヤスを一目編みます。はい、これでワンセットです。一目編んで減らし目をして、4つ編んで減らし目をして1つ編む。これでこの段は、このセットは終わりです。これを6個繰り返します。もう一度やりますね。まず1目編みます。そして向きが違うので、まずこの目を上にします。向きが違うので針を移して向きを変えます。このまま編むと交差編みになって伸縮性のない編み方になりますので、向きを変えて、そしてこちらの目を上に、はい、こちらの目が上になりました。そして4つです。1,2,3,3。4つ、この4つ。そして次の目は下にして減らし目です。この場合はこちらの目が上になりますから、このまんま
つを一緒に取って、はい、下の目、この目がこの目の下になってます。そして残りの一つ、はい、一つ、この一つを編みました。これで2セット編みました。あと2セット減らし目ができたので、あとこちらを減らし目していきます。はい、これ今ここです。最後の減らし目ですね。11段目の最後の減らし目です。3つ残ってますね。こう、締めをして、で最後に1個、はい、ここのところが減らし目になってますね。で最後の1個、これで11段目の減らしが終わりました。次は12段目、13段目はそのままメリヤス編みをしていきます。ここで終わったので糸を切り替えます。して糸を、糸印をつけて普通にメリヤスを2周します。で2周していきます。はい、はい、今ここです。最後の襟足を1目編みました。次は14段目減らし目になってます。1目メリヤス編んで減らし目をして、2目メリヤス編んで減らし目をして、1目メリヤスを編む。はい、
印糸を一目編みます。ここを一目編みますね。一目編んでこちら側が上の減らし目です。ですから向きが編み目の向きが違うのでここで向きを変えます。逆向きになっているので向きを変えて二目を一度にして減らし目です。そして普通に、メリヤス編みを2個、1、2、減らし目をして2個メリヤス編み、その次はこちらの糸を上にして減らし目をします。ここですね。この2目を減らし目です。はい、こちらが上になってこちらが下になってます。そして今ここですね、この減らし目。次はこれです。1個編みます。はい、これでここの1セットが14段目の1セットができました。これを6回繰り返します。まず メリヤスを1個編んで減らし目をして繰り返しますね。まずメリヤスを1個編んで減らし目です。こちらは、こちらが上になるので向きが逆なので編み目を直します。向きを直してこの2目をこちらを上にして減らし目です。こちらが上になりました。そして普通にメリヤス編みを2個、そして今度はこちら側を上にして減らし目です。そしてメリヤスを1個、はい、これで2セットが1セットに2セット編めました。あと4回繰り返します。
はい、今ここの減らし目のところです。14段目の最後の減らし目です。ここですね。1、2、3、ここをやります。こちらの目を上にして減らし目です。はい、そして1個、これを編みます。次は15段目です。15段目、16段目は減らし目ありません。このまんま2周していきます。まず印糸の向きを変えて、このまんま目リアス編みを2周していきます。はい、16段目があと2目で終わります。今ここですね。1、2、これを終わらせます。はい、はい、終わりました。糸を、印糸を切り替えて、次は今こことここを終わらせたので、次は17段目減らし目です。1目、メリヤス編み1目を編んで、次の目を上にして減らし目、そして続けて今度は次の目を下にして減らし目、そして1メリヤス編んで1セット終わりますね。はい、まずメリヤス編みを1個編みます。そして向きが違うので、次の減らし目の目を一旦向きを変えて移します。そしてこの2目を2目一度で2目を2目一度で減らし目にします。こちら側が上になってますね。次は次の目を下にして減らし目になってます。ですから 1、2、1、2、この目をこちらのこちらを上にして減らし目です。2目一度で
減らし目です。そして今ここの減らし目したので、次にメリヤス1個して、そして今ここの1234の1セットの目が残ってます。これをあと5回繰り返しますね。とまず1目編みます。そして減らし目ですから向き、こちらが最初が上の減らし目ですから、向きを変えます。この2目を減らし目します。向きを変えて、2目、一度で、はい、向きが変わってこちらが上になってます。次はこちらが下になるので、こちらを上にします。が上になってます。そしてメリヤス編みを1個、こんな感じです。ここが減らし目になってますね。こういう感じで減らし目になってます。これをあとこちら側の針も減らし目していきます。はい、増減なしで編んできました。次は19段目。今まで、最初に1つメリヤス編んでいたのと、この減らしをしていたものを2つの目を減らし、1つにして減らし目です。ですから、全部が減らし目の目になります。まず印と糸をして、この目とこの目を一つにします。ですからこちらが上ですね。ですから先ほど言ったように逆が、目が逆になっているので入れ直します。そしてこの目が上になってます。この次は手前側の目が下になってます。ですからこれをこの上からやります。はい、こんな感じです。はい、次の目は手前が上ですね。はい、向きを変えます。
このまま編んじゃうとねじれて編み目が違ってきますので、はい、ここで2目を一度にします。はい、手前側の目が上になってます。はい、次は奥側の目が上ですね。はい、こんな感じです。はい、次いきます。手前の目が上です。ですから向きを変えます。そして2目を一度で手前側が上になってます。次は手前側が下です。ですからこの2つ前側が下になってます。次は、はい、一周してきました。今ここをやりました。19段目クリアです。あとは増減なしで1段編みます。一周してきました。今ここが終わりました。あとは全部と減らし目にして6回減らし目ですね。ですから向かい合って減らしていきます。
向きを変えます。そしてを一度次は手前を下にしますから逆です。はい、はい、手前を上ですから向きを変えます。こっちが下ですから、から逆側を逆側の減らし目をします。向きを変えます。向きを変えてこの2目の向きを変えてこの2目を一つにして、次は反対足ですね。手前を下にするので逆側を逆側から針を入れて2目を一度にします。はい、はい、6目残りました。これをもう印糸はいらないので外します。これをかぎ針でまとめていきます。
中の輪のところに糸端を入れ込んでギュッと、はい、こんな感じになりました。そしてこれを一旦かぶってみます。中心なのでですね、こんな感じですね。ちょっとあとやはり3段くらい編まないと、3、4段かな。ちょっと耳のここまで半分まで来ませんね。あと3、4段、今ここの状態ですから、あと4段ここから今確認したので、ここから針をつけ直します。鎖編みの最後の方ですね、この最後の方に糸を切ったこの目を外します。ですから鎖編みなので、これがほどけていきます。ほどけたこの目をすくっていきます。最初60目だったので20目ずつ針に入れていきます。はい、糸をチェーンを
外してきました。そして写した目がこちらです。今ここの段階です。これから、メリヤスを2段編んでいきます。下に向かって編んでいきます。1、2、60目をメリヤス編み2段編みます。これが最初の糸ですね。これにこれから編む糸を結びつけます。ではメリヤス2段60目編んでいきます。最初の、鎖編みから移した目なので拾った目なので向きがところどころ違うところがありますので、こうねじれないようにねじり編みにならないように編み目を確認しながら編んでください。ここのところがきれいに分かれるように確認してください。メリヤス編みを2段60目編んできました。今度は減らし目になります。こちらの帽子は1目ゴム編みを3段編んでキャップにしてるんですけれども、1目ゴム編みは以前にやったことがあるので今回は2目ゴム編みで折り返しのデザインにしたいと思います。それでこの1目ゴム編みの減らし目なんですけれども、こちらは54目に減らしていきます。ですから、6目ですから1セット10目の1セットの中で1目減らしていくと6目減っていきます。ですから、1、2編んで1、2を1つにして減らし目して 3、5、6、7、8、9、10 ということでまた次のセットで1、2を1つにして1、2、3、1つにして3、4、5、6、7、8、9、10で1セットにして、それを6回繰り返してください。そうすると、6目減って54目になります。1目、2目を1、2を1つにして3、4、5、6、7、8、9、10をまで編んで、そしてまた1、2を1目、2目を1つにして10まで編む。それを6回ということで6目減らして54目で、1目ゴム編みを3段編んで、かぎ針で7号の7ミリのかぎ針で
引き抜き編みになります。それでこういう感じになります。そして今回こちらの青の帽子は二目ゴム編みですから、折り返しになるので、この帽子の厚みの分の中、計算に入れます。それで、減らしを4目にします。4目ということは1、2を一つにして15まで3、4、5、6で15まで編んで、また、1、2を一つにして15まで編んで、それを4回繰り返して4目減らして56にして2目ゴム編みです。それをそうですね、ゴム編み10段ぐらいですね。10段ぐらい編んでください。それでは減らし目します。2目ゴム編みの場合ですから4目減らしますね。そして56目に残します。まず1、2、これを一つにして減らしです。そして3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、15、2、4、ハート、1、2、3、4、はい、15目が14目になりました。これをあと、これを4回繰り返すので、あと3回ですね。14、15、はい。これで4つ減らし目ができて56目残りました。ここから2目ゴム編みを編んでいきます。2目ゴム編みは最初表編みを2個、そして針より手前に糸を持ってきて裏編みを2個。この時に編み目の向きを交差しないように注意してください。針の向こうに糸を持ってきて表編み目リアスを1、2、針の手前に糸を持ってきてこうですね、ねじれてません。1、2、
針の向こうに糸を持ってきて表編み、針の手前に糸を持ってきて裏編み、これを一周していきます。そして10段表表裏裏表表裏裏の2目ゴム編みを10段編んでください。はい、10段編みました。そしてこれなんですけれども、これは13段です。こちらが1目ゴム編みを3段編んでこの位置なんですね。ですからこれに10段足した感じになります。13段、目の数え方です、これですね、これが裏メリヤスになりますから、この裏がこれで ここの部分です。これが減らし目の下段です。そしてこれが2目ゴム編み始めの1段ですね。1、2、3、これが3段で、閉じたのがこちらの、今ご紹介したこちらのこの位置です。そしてそれから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これで13段目ですね。13段編んでます。ですからここから折り返しになって10目折り返しの部分が出るということになります。そしてなんですけど、これ13段目最後の1段はかぎ針を使いますので、ちょっとゆとりを持って編んだ方が始末がしやすいです。糸もこういう状態なんですけれども、本当にギリギリセーフで13段編めたという感じです。ですから最後の1段編むときは緩めに編むので、28目で1メートルで、これが56目なので2メートル。2メートルない場合はちょっと13段目はきついかなというときは、12段目でちょっとゆとりを持った編み方をしてかぎ針で仕上げてください。それでは、仕上げていきたいと思います。ほんとふわふわで、まずこちらの目に、ここからスタートなんですが、この手前の目に針を入れます。
そしてここから引き抜きです。引き抜き編みをしていきます。この時に編み目がきついとやりにくいので、最後の段はちょっと緩めに編んだ方がこの時の始末が楽です。こんな感じで本当に撚りがないので、ちょっと綺麗にすくえないと毛羽立ってしまう糸ですね。これは初心者の方にはちょっと難しいかもしれませんね。私思ったんですけど、このふわふわ感、今羊毛フェルトでチクチクするチクチクして、マスコットとかこうキーホルダーみたいなお人形さん、ちっちゃなお人形さん作るのがあるんですけど、その素材にすごい似てるなって思いましたね。本当に使えるんじゃないかな、あっちの方で。はい、こんな感じで仕上げていってください。はい、一周してきました。こんな感じで、こんな感じです。今この糸は針というよりもなんか指編みに適している感じですね。なんかそんな気がします。綺麗にこうすくえないと割れ、ほつれてきちゃうので、指編みならばこういう引っかかる感じ、とんがったところがないので、指編みならふんわりした感じで編めると思います。引っかかりもなく編めるんじゃないかな。
これフェルトのあのお人形さん作った時の糸に素材によく似てるんですよね。でこちら最後の最初に針を入れた目ですね。これに針を入れて、はい、一周してきました。はい、こんな感じです。こちらなんですけどね、うん、こういうダイソーさん、こちらもダイソーさんなんですけども、こういうあの針でチクチクして作るお人形さんが購入できるんですけど、こちらもついてるんですね。チクチクするんですけど、下になんかスポンジみたいなのを置いて作るんですけど、似てますよね。本当そう思います。素材が本当に似てますよね。できるんじゃないかな。なんか後でやってみよう。なんかできそうな気がする。こちらもあったんですよ、ペンギンさん。可愛くて買ってしまいました。初っ端からこのレベルでこのレベルを買ってしまって、星一つのが見当たらなかったんですね。ですからこちらのレベルを買ったんですけども、結構なんて言うんだろう、やり慣れたらハマりそうな感じですね。こっちなんか星3つですからね。よくやっちゃったって、よく買ったよねって気がしますね。自分でもと思いますね。はい、では話が脱線してしまったんですけど、はい、こちら、糸始末します。こちらは折り返しなので、こういうふうに折り返すわけですから、こちらが表になりますね。裏が表なので、この糸はこちらに隠していきます。このメリヤスの編み目に隠していきたいと思います。こんな感じで目に逆らわないように編み目に沿って隠していってください。こんな感じですね。こんな感じです。はい、ここが今隠したところです。ぴょん、こんな感じで目立たなくなりました。そして裏もこんな感じで、こんな感じです。かぶせてみますね。
んな感じになりました。どっか面が映らない、わかるかな。折り返してますから、ここのところが暖かいですね。はい、今回は初めての、素材を使ってみました。感想としてはちょっと初心者さんにはちょっと難しい糸だなと思いました。いかがでしょうか。編んでみてください。